はい、皆さんこんにちは、あちでございます。88の琥珀色の遺言ですね、やりたいと思います。いやー、この辺、この手のね、推理物のアドベンチャーゲームっていうのは積むことがまずないですよね。大抵積むことがないので安心できるんでね、精神的にも楽なんですけど、ただちょっとね、私このゲームやりだしてから一点だけちょっと進捗めちゃくちゃ悪いですね、私の。まあ、読んじゃってベラベラ喋りながら、それがなんかちょっと妙にプレッシャーになったりします。もっとサクサクいけんもんなかなってね、思ったりもしてますけども、なかなか、ご容赦いただければと思います。さあ、じゃあ次行きましょう。もうこの方終わりだね。その他のことね。で、移動しましょう。さあ、で今ここにいるんですね。次の間にね。で、執事の部屋。あんまこの人会いたくないんだよね。はい、周りの様子見ましょう。その部屋には、執事の大きな机があった。部屋の中には、たっちゃんの姿があったと。話しかけましょう。あれなんだね、東堂君と。事件についてね。東堂君、旦那様の事件について、それに関わる情報を調べてくれ。まあ、これ私の勝手な憶測ですけど、多分ね、私、この人がね、財産狙ってると思うんですよ。被害者の。で、ルイさんと親しげっていうこと、まあ、どっちが先か分かんないですけど、ルイさんと親しげになったから、だからこの人もそう思うと容疑者の一人だわ。でも、居合主なんだよね。容疑者が居合なんかしてこないわね、自分の首絞まるから。いや、私、こういうサスペンスとか、サスペンスミステリー分かんないけど、こういう手のもんって全然、経験がないので、依頼主が容疑者ってあり得るの？どう考えても自分の首絞まるもんね。まあ警察を介入させたくないんでしたっけ？まあでも、だから事故っていう扱いになってんだね。だから、まあそれでも警察は事故だとしても、今の警察だったら取り調べに来ますよね。基本、今の大回りさんは確か病院以外で亡くなった場合、医師が、あ、病院に死んだよって言わない限りは、調査入りますよね。確かね。そういうことを聞いたような気がしますよ。はい、じゃあね、家族のこと聞いてみましょう。はい、孝太郎さんね。旦那様は本当に立派な方だった。一代で掛け手の防御という会社をここまで大きくなさり、誰からも尊敬される素晴らしい方だった。この屋敷の人間で旦那様を恨んでいた者など誰もいないはずだと。いやでもこの人はちょっと怪しいよね。ただ依頼主っていうのがだいぶ怪しくさせない要件でもあるのかなと思いますね。はい、ルイさんね。奥様は旦那様の冥福を祈られて喪に服す日々を送ってらっしゃる。お疲れになっていると思うので、あまり無理に話を伺ったりしないように気を配ってくれと。もうこの人出来上がって、まあ、結構ね、仲いいんでね。はい、あやさん。あや様はこの影谷家のご長女だ。未だにお一人で気ままにお暮らしになってらっしゃる。悪意は感じませんね。いい方にね。はい、としひこさん。影谷家のご長男だ。影谷貿易の専務でいらっしゃるが、お父上が亡くなられた今は社長の座を継がれることになるだろうと。その辺は別に問題ないのか。あ、ということは、ルイさんが、取得される財産を狙ってるのかな。まあ、影谷貿易を乗っ取るとかまでは考えてないのかもわかんないね。はい、みつさん。としひこ様の奥様だ。ご実家の入江家は、由緒ある家族でらして、三つ様は英語もご堪能な県夫人でらっしゃると。入江家なんだね。もっと。はい、一応書いてた方がいいかな、入江家って。なんかね、わざわざ出てきてるからね。書いておこうか。かっこ入江ってしとこう。入江三つだね。かっこね。入江。はい、で、次は、りんたろくんね。四男のお坊ちゃまで。りんたろくん四男で正解だね。りんたろくん、あ、四男正解だね。四男のお坊ちゃまで高等学校の学生でいらっしゃる。りんたろくんの年わかんないんだけど、高等学校ってことは、高校生だね。
うん、今で言う16歳からでいいのかな、16歳から18歳かなまででいいのかな。で、りえちゃん、一番待つ末のお嬢様だ、女学校に通ってらっしゃるさださん、旦那様の母親でらっしゃるおめえがご不自由なので、いつも2階の座敷の部屋で過ごしらっしゃるということなんですけど、目は悪くないらしいんですよ。これ誰が言ってたか覚えてないんですけど、目は悪くないらしいっていうことがあったんですよね。はい、きぬちゃん、とし彦様のご長女で、りえ様と同じ女学校に通ってらっしゃる旦那様の死体を最初、そう第一発見者です。りいちろくん、とし彦様のご長男で、きぬよ様の弟だ、お体が弱く学校の方は休学してらっしゃる、勉強の方は住み込みの、家庭教師に見てもらってるっていうのは千恵子さんかな。よしあきさん、旦那様の弟で掛谷に星座風呂の、様のご子息だ、ところで東堂君、君よしあき様と以前からの知り合いだったのかね、立つのはそう言って、私のあ、これこの言い方だってあれかな、たまたまだったのか、たまたま知ったのかな。普通に依頼主で来て、でその後に、ところで、コトド君、君は吉明様と以前からの知り合いだったのかねって言うんだったら筋が通るね。ということは、この人は、吉明さんの紹介で依頼人じゃないんだ。ちょっとこれ消しておこう。そう書いてたんですけど、私、長所にはね。で、私の顔睨むっていうことは、あれ、あんたら知り合いだったの？で、睨むっていうことは、あれだよね、ちょっと勘ぐりすぎかな。いや、私ね、邪推するの大好きなんですよ。いやいや、あの、私のね、あの、この動画を見てられ、見られてる方は分かると思う。分かってる、もう分かってらっしゃると思うんですけど、私、邪推好きでしょ？ねえ、なので、ね、予想外だったんで、ちょっとじろりと睨まれたのかなっていう気がしますね。はい、結城和馬さん、奥様のお兄様だと、和馬様はご実家の結城家の跡取りで、実家の料亭系の、あ、ちゃんと言ってるね、料亭ってね、お仕事してらっしゃる、時々このお屋敷に遊びに来るのだ、ただあの方は、いや君もそのうち分かるだろう、立つのは結城和馬についてそう言葉を濁したと。あんまり悪くも言いたくないのかも分かんないね、ルイさんだから、ルイさんのお兄さんだからね。で、週2のこと聞きましょう。キスケスさん、庭番だ、あ、庭師というか庭番なんだね。何が違うのって言うんですけど分かりません。なんか、庭番の方が、あの、幅広いのかなって思っちゃったんですけどね、何でもやってやれるよって言ってましたからね、キスケさんね。住み込んでると、住み込みということは住み込みなんだね。あ、でも女中もみんな住み込みか。あ、基本使用人はみんな住み込みか。そうだね、何があるか分かんないもんね。この時代だったら、その、労働基準法なんかないだろうから。ね、はい、運転手。通いの運転手。あ、この人は通いなんだ。まあまあ。あ、でも運転手も泊まる人ないのか。通いなんだね。去年旦那様が、自動車をお買いになった時にと。で、萩原さん。ただの書生だ。萩原がどうかしたかと。はい、早乙女千恵子さん。旦那様がリーチロー様のために雇われた家庭教師だと、東京の女子大を出ているそうで、住み込みで お子様方の勉強を見ていると。で、民さんね、この屋敷の女中頭だ、お奥様の身の回りは全て民がお世話していると。あら、ここの民さんだけカタカナだ。他の民さん出てくると多分みんなひらがななんですけどね。はい、梅さん、梅はお子様たちの身の回りのお世話をしている。梅さんに会いたい、早く。すみさんね、住み込みの女中だと、去年から働き始めたばかりの新参の女中だと。で、ふみさんね、下働きの女中で、コックの亀吉と夫婦でと、旦那様がフランス料理にできるコックを探しては、そうそう、神戸からね、異人館でしたっけね、この人が作ってると。客のこと、君一人だと。その他のこと、コハッカーについて、このコハッカーは旦那様が流れの夢を実現させるために、これ前回聞いたかどうかが分かんないんだよね、私。いちいち読んでるけどね、私はそれを、あ、これ読んだ気がする。掛谷貿易、掛谷貿易は旦那様が一代でここまで大きくされた会社だ。遺産について、旦那様の残された遺産は本当にそれにふさわしい人間に残されるべきなのだろうと。これ言い方がちょっとあれだね、含みがありますよね。
やっぱり。だからそう思うと、順当に行く俊彦さんの方を良しとしてない雰囲気を感じますね。うん、それにふさわしい人間が。だから昔って長男が一番もらえるんでしたっけ？江戸時代とかそんな時代は。長男がごっそり持ってって、次お母さんとかでしたっけ？なのでそう思う、その時代、あ、でもその時代よりマシなのか、多分。もう大正だからね。そうすると、多分言いたいのは、ルイさんが叱るべき、ふさわしい人間っていうことを言いたいんじゃないのかな。で、もうそう思ったらそういうシナリオを作ってて、まあもう元々シナリオあるじゃないですか。あのもうこのね、この推理物のこの琥珀色の遺言っていうシナリオがあって、それの人間関係や思惑、だからこれ、あのキャラクターの設定ってむちゃくちゃ細かくやってるんじゃないですか。で、その時に合わせて、その状況に合わせてのセリフも多分用意してると思うんで、そう思ったらすごい膨大なデータ量なのかもしれないですね。うん、ただいいところはあれですね、テキストだけを用意すればいいんですよね。おそらく絵面はほとんど用意しなくていいんで、多分ですから表情とかないんじゃないかな、このゲーム。まあまあ勝手にそんなこと言っちゃダメですけど、まあ当時の88のねスペック容量を考えると、画像を用意しちゃうとすごく容量食っちゃうんで、ただテキストだったらそんな食わないんで、多分だからそういう推理物とかってその状況によってのセリフ変わるっていうのはすごい楽だと思うんですよね。だからすごく当時のPC、スペックの低い PC にはうってつけだったの、相性良かったんだと思いますけどね。はい、加藤子について、あ、まあ、仕事について、辰野さんはいつからここで働いているのですか？私はこの琥珀館を琥珀館が立った時からこの屋敷で働いているということは、この人は高々9年しかいないんですよ。9年しかいないので、そう思うと、まあ民さんとかあの木助さん、庭番からすると新参者扱いなんだろうね、きっとね。でも執事という役柄、偉そうに多分ね、位は上だと思うんで、折り合いついてない気がしますね。だからこの人下手すると孤立してるかもわかんないね。はい、家族について、辰野さんはご家族はいらっしゃらないんですか？私には家族はいない。うわ、もう条件もうね、あのルイさんと一緒になる条件はもうバッチシあると、何か気づいたことは、東堂君、君が探偵だということは誰にも気づかれてはいないだろうな。そう言って辰野は私を睨みつけたと。まあ吉明さん知ってますけどね。だからジロリと睨んだのか。はあ、ということはこのたっちゃんが依頼したっていうのは、吉明さんは知ってるんだ、きっと。それを良しとしてないんだろうね、きっと。自分が依頼したっていうことを、あんま良しとしても思ってないのかもわかんないね。さ、執事の話を聞く。その他のこと。おう。はい、何か気づいたことは。ああ。で、ここに執事の話を聞くってあるね。はい。辰野さん、影谷氏は遺言状を残されなかったのですか？ああ、旦那様は生前遺言など残すのは嫌だとおっしゃって、正式なものは何も残されていない。だから本来なら旦那様の遺産はご長男の俊彦様に当然譲られるのだろうが、これはもう書いておこう。孝太郎さん、遺言なしね。遺言状はなしと。で、もう、このたっちゃんはかなり、財産目当ての気があると。気があり、ルイに、言い寄ってるかな。ルイといい関係、ルイと、良い関係。まあ、この良い関係とはどんな関係かまでは言えないけどね。だからね、言い方変えたら、
としひこに財さんが行くのが、としひこよしと思ってないと、よしと思っていないかなと。うん、そうだね、そんな感じするね。バシバシそんな感じするね。ああ、もう一発変わるかな。あ、なんか来たぞ。実は東堂君、旦那様が亡くなられた後、旦那様の部屋から一通の封筒が見つかった。そしてその中にはこんなカードが入っていたのだ。辰野はそう言って私に1枚のカードを手渡した。なんだい、それは不気味な骸骨の絵が描かれている1枚のカードだった。これは、私は日本に帰ってくる船の中で乗客の一人がこれによく似たカードを使って占いをしていたのを思い出した。そうだ、確かあの客はこのカードのことを西洋コッパイ、これあれでしたっけ、これコメントでいただきましたよね、西洋カルタ、でしたっけ。トランプなんだよね。そうねえ、西洋コッパイと呼んでいた。ごめんなさいね、ま、あの私がかあの間違って解釈したらごめんなさいね、お許しください。そんなコメントいただいたような気がしました。はいはい、で終わりかい。君に渡したカードは旦那様が亡くなられた後、旦那様の部屋から見つかったものだ。私にはこれがどんな意味を持っているのかわからないと。おお、東堂君、私には旦那様の事件がきっと旦那様の残された不気味なカードに何か意味関係あるに違いないと思っている。東堂君、その辺もしっかり調べてくれと。あ、もうセリフ買わなくなりましたね。となると、ちょっと自分の部屋に行っちゃう。あ、ちょっと待って、これどこいんの今、私執事の部屋なんだね、1階の。ちょっと自分の部屋に行っちゃおう。ちょっと時間超えちゃったけどね。捜査状況分析しましょう。はい。人間関係の分析、何か変わったかな。全然変わってないね。私が撮ってる、写真と全然変わってないね。ああ、何も変わってないや。はい。おそらくこれ、だんだん変わっていくんでしょうけどね。で、次。証拠品の分析。あら、カードはレースのハンカチ。うん、容疑者の分析ないですね。あら、カードもらったんじゃないの。証拠品の発見2点になってますけどね。あー、まだはっきりしてないのかな。うん、ハンカチが出てこないや。捜査段階の評価をもう一回見てみましょうか。あ、低いね、まだね。日中セーブしておきましょう。これね、本当にね、間違えて上書きしちゃいそうでめちゃくちゃ怖いのと、これ私どこにセーブしたか覚えておかないといけないのね。まあ動画に入れるようにしましょう、動画の最後にね。なので、じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。